こちらです。先輩大丈夫ですか？来たの？あ、心配しましたよ先生。先輩は大丈夫なんですよね？なんとも言えませんが、今日は調子が良さそうです。もうすぐ本当だったらクリスマスだな。はい、クリスマ…本当だったらクリスマス会った時が懐かしいな。え、もうないもんな、クリスマス。ちょっと先輩何言ってんすか？クリスマスありますよ。あ、ちょっとちょっと、あまり追い詰めないであげてください。先生、先輩は？大変申し上げにくいのですが、ないの過剰摂取です。ないの過剰摂取？はい、渋助さんはないという状況に身を置きすぎたのです。あったらダメなんだ、もっとない、もっとない空間へと、ないを求めた結果、本来あるものまでないと思ってしまう状態になってしまったんです。そんな、あったかい、いい天気だな。夜があった頃が懐かしいな。もうないもんな、夜。先輩ありますよ、夜は。え、何言ってんすか先生、どうにかなんないんすか？そう言われましても、あんた医者だろ。おい。はい。なんで俺に会いに来た？俺にはもう何もないのに。先輩、会社、家族、大切なもんは何もないのに。か、会社、先輩、先輩バイトっすよ、ただの。なんか社長みたいな感じで言ってますけど、か、家族、え、親子さんすか？実家暮らしっすよね。あ、先輩、え、なんか妻子がもうみたいな。あ、先輩、ない、ある、ない、そある、元からないっすよ、元からないっすよ、先輩、元から。大丈夫ですか、シップスケさん？ちょっと、やめてください、動揺させないでいただきたい。あ、すいません。これでも、重症なんすかこれ、本当に。いいですか、こういうのは周りの理解から始まるんです。それにシップスケさんはまだお気づきじゃないかもしれませんが、あるということを理解したくなくて。あ、先輩、見るのをやめたんです。それあげれないんすか？それいつも上にあげたら、もうお前の声だけしか聞こえないよ。そうでしょ、だからそれあげたらいいじゃないですか。やめてください、シプスケさん、もうない世界に行ったんです。いやいやいや、え、じゃあ俺が先月貸した2万は借りてない。あ、やってるわこれ。え、返してください。わからない。あー、やば。お、もう分かったでしょ。ゆっくりあるってことを分からせていくしかないんです。いや先生、これイキリっすよ、これただのイキリっすよこれ。あ、タバコ吸ってる。え、あ、シプスケさん、病室は禁煙ですからタバコ吸わないでください。吸ってない。え、いや、タバコ吸ってるじゃないですか。吸ってない。え、カツシン？